今日は北海道旅3日目でございます。ニセコから小樽まで今日はね走っていきます。一応ね、函館本線の終点が小樽ということで、今回の旅の目的の終着点ということで、我らがツッチー大変興奮しております。はい。今日の行程は約70キロぐらいで、まあ、線も上がらない感じですが、おそらく本日も昨日と同じ山コースになるのかなと思います。はい、いや、パッキングしてるとやっぱりね結構しんどいんだよね。チャトリウムね、ニセコジャパンがすごく良かったです。自転車がね持ち込めるのが何よりグーですね。はい、このパッキングねすごく大変なので、いちいち外出てパッキングしてみたいなことをしなくていいので良かったです。はい、朝ごはんは近くのセイコーマート、北海道といったらセイコーマートということで、そちらでご飯食べたいと思います。行きましょうか。一発目の登り、どうですか？振り落とされるなよ。しっかりついてこい。はい、頑張ります。大丈夫です、ここ 1% ですので、はい、安心してください。 15% ぐらいじゃないの？はい、こちら 1% でやらせていただいております。お待ちかねの譲り車線ですよ。ディスカバーライトロード。ディスカバーライトロード、確かにね。これか、これが稲穂トンネルってやつですね。北海道最古の国道のトンネル。ふぅ、これ長いんですよ。ライトつけて、これはいいスポットですね。休憩だ、やっと。うわぁ、パワーアップしましょう。これはすごい。1杯100円だよ。1杯100円で結構な量、すごい広く開いてる。これ見てる。おぉ、すごい。あ、でもいい匂い。ああ、どうですか。クッパ倒せる。クッパ倒せる。俺なら余裕で倒せる。いけるいける。なめこだよね。ぬるぬる感が好きなんだよね。なめこ汁うまいっすよ、ね。今から7番目のお客様、ショットパンの2番から7番目のお客様。正解っすか。そんなキノコしてない。ちょっと醤油ベースの、あの炊き込みご飯な感じに。食べやすくて美味しいですね、これはもう。湯加減どうでしょうか。いや、このね、なめこのぬるぬる感がね、私いいんだよね、お肌に。あー、よかったです、それは。いい湯じゃ、いい湯じゃ。いらっしゃいませ、土のきのこ汁一杯300円になります。はい、結構出汁出てますからね、土汁が。お、パタ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 。あ、まさか。本日は水曜日。あちゃ。見てください。アメリカはまだ火曜日。うわあ。ここもでもすごいな。人気店だ。柿崎商店。わあ。はいよ、よし。
よし、回復。よいしょー。よーし、ちょっとじゃあイクラちゃんいただきます。はい、優勝。パン無料でございます。牛丼ですか？サービスしてくれたのかな。サービス。おにぎり頼んだら。おにぎり頼んだ。ウニ出てきた。ウニがサービスで出てきたね。とんでもない店じゃないですか。みんな来ちゃうよこんな。頑張ったもん。頑張った。稲穂峠頑張ったもんね。ふふふ。あ、やばいや。いくらが足引っ張ってんなこれ。ああ疲れた。ああ出てくる、イクラが出てきてまた行った。ああ、あの人また行きましたよ。ここ登り長いよ。ここ登り長いのに、あ、はやはや。ここに結構長いんですよ、ここ。コーラが切れた。こっから坂本番ですよ。あちらに絶望している男が。絶望してますね。あれ、まだ伺ってる感じか。今じゃないと。まだ溜めてる段階か。ね、もうちょっと走っちゃうとゴールになっちゃうけど。絶妙に3パーとかが永遠に続くんですよ。だからきついよね。ずっと続くと。すごいね、これ強いんですよね、Google 作ってる人はね。え、こんな、車力10パー以下は平坦でいいっしょ、みたいな。車力購入でね、切り捨てで、9.9 は0で。おー、なんか、これは期待していいんですか？そうだよ。ご褒美がないと。お！朝日展望台。はい。うわー、これは、これはいいんじゃないですか？これはいいんじゃないですか？おー、どうぞどうぞ。お、これはいいですね。素晴らしいね。最高じゃん、天気も。ここで莫大な富が生まれて、たくさん銀行が建って、そういうことですね。絶景なり。絶景なり。ミルクプラン、ミルクプラン、あ、あれじゃん。これだ。ずいぶんとめっちゃ、おー。あー、疲れた。ここは全国のソフラーが、こぞって食べに行くやつですね。よし。レギュラー、ロング、ジャンボ。ニューヨーク、ニューヨーク、NY ジャンボ、ね。ワイン、レインボー。サイズどうされますか？レギュラー。何がレギュラー？はい。はいはい。本当にど真ん中だね。ぐらい。サイズの目安はこちらになります。これ大きいかなって感じ、ね、なるほどね、これやばいな。のでああこれ、はい、分かりました。いただきましょうか。いただきます。おおおお、小樽駅まで間もなくですね。信号が久しぶりですね。まず街中久々、これが札幌を一時期超えた小樽ってやつですか。だいぶ焼けたな。
小樽駅だ。ここまで函館本線が通ってるわけですね。なるほどね。なんか建物がちょっとこう少し明治っぽいというかゴールデンカムイの世界観と似てるな。まあ、ここから先がないと。はい、そういうことね。で、30年には消えちゃうと、さらにね。そしてですね、本日のお宿がですね、こちらです。あれ？はい。道民委員さんですね。近いでしょ？チャリで行けるかどうかは分かんない。連絡は入れといたけど。とりあえず、せっかくだから行けるね、お散歩してみましょうかね、せっかく。結構いい音鳴るよ。ほんと？おー、いい音鳴るね。自転車乗らなくて、ね、札幌新千歳まで行っちゃいますよこれね。それがあるが今の時代にはちょっと珍しいという、うん、逆にそれがいい味が出てきてる。はい、回ってます。はい、小樽まで来ました。今日はお疲れ様でした。はい、一杯入ってます。二杯目はこちらで、でーん、ただのビール見えるでしょ。こちらビールにレモネードを混ぜたラードラーってやつになります。はい、何ラードラーねって思うじゃないですか。ドイツ語でね、自転車乗りという意味があります。はい、私にこれ飲まないとダメでしょということで飲まさせていただきます。今日もお疲れ様でした。はい、チーン。うん、爽やかうまうまレモネードビールって感じですね。はい、これはいや私ちょっとビール苦くて無理なんですって人でも美味しいって絶対になるやつですね、これね。本日は70-80キロないぐらい、線も上がらないぐらいでしたけども、後半結構きつかったです。明日は札幌まで頑張ります。ご視聴ありがとうございました。とても楽しいライドでした。はい、この後寿司屋行ってもう一杯ビッツ絶対ビッツ